コランダー TV。 アイアムコランダーオールドジェネレーション。どうもコランダー TV のティストロベリーシックボーイとティケリとナルドモドリとポチモトカグアリの中尾です。はい、ということで、はい、半年ぐらい前のスペシャリストへの道という永田がやったあの作画のやつですね。ああ、作画のスペシャリストへの道、あの本来1ヶ月後にやるスペシャリストの道、スペシャリスト、はい、スペシャリストの道というのは1ヶ月後にやるやつですね、はい、ですが今6ヶ月、さらにこれが編集されて上がるのはいつになるやろ。そう、おそらくまた6ヶ月後ですけど闇に葬られるの続きをやりたいと思います。はい、永田の1ヶ月で描いた作画とドラゴン川崎が描いた作画、私たち今どちらがどの作品なのか分かりません、はい、それを今永田が持ってるので見せてもらって、はいはい、いい方に、はい、はい、ってやる。あ、分かりました。5人追って、はい、絶対どっちか奇数になるんで、はいはい、そっちが優勝ですね、はい、まあ、これでプロに勝てるか勝てないかが決まる戦いです、はい、さっき永田リーダーがちらっと言ってましたけど、ドラゴンだいぶなんていうか手抜き感がすごかったらしいです。それぐらいでも勝てるっていうその程度でも勝てる、その程度で勝てると舐められてますね。あ、じゃあいいですか。はい、いきますよはい、まず一つ目こちらですね。すごい戦闘っていうアルセラ戦記、そう、あ、戦闘ってそっちの戦闘か、戦闘やと思った、いや、一番前の人やと思ったどういうどういうのよ、ね、まあ、ざっくり説明するとまあね、はい、コロシアム的な、コロッセオみたいな感じですか。そうですね、あれやん、うん、グラディエーター、ギリシャ、ギリシャ、よくここまで来たなこれから俺の首を取ってやるみたいな感じここを通りたくは俺の首が、ここがいい感じのね、はい、構図をしてます、ね、普通にゲロゲロにうまいというね、どっちか分からない。なるほど。まあ、で、二つ目これですね。すごい、こちらのイラストは赤を大胆に使ったイラストで、剣士が自分の危険を顧みず勇敢にドラゴンに挑む戦闘シーンを描いた作画である。あいつ出てくるやん、まあ、はい、うん、そうですね、どっちかってことですか、これ、はい、まあ、素人から見てっていうことですね。まあ、はい、もういいですか、めんどくさいんで、はい、なんかめっちゃこれ内容薄いよ、この、で、あれか、あの、いもさんが編集の時にさ、あの、一つ目のイラストって言って説明喋るのこちらのイラストは赤を大胆に使ったイラスト。はい、で、まあ、見ていただきました、はい、で、こちらを横構図の、はい、人間対人間のやつを、はいはい、1として、はい、このドラゴンと人間を2とします、はい、それで、ね、作品の良し悪しを言ってもらいたいと思います、はい、よろしいですか、言ってください。1がいい人、パーってあげようか、はい、いい、もちろんやけど、1回しかいいじゃないよ、はい、はい、1がいいと思う人、手あげて、はい、はい、3人、2がいいと思う人、手挙げて、はい、なるほど、1のこちらの勝ちということですね、はい、はい、よし、大正解。ごめんなさい、よく分かんなかった、うん、俺も、どういうこと1は誰の絵なの。1はドラゴン、川崎、2が僕でした、はい、こっちが僕でしょ。ということは負けたってことですね。負けちゃった。プロには勝てなかった。プロには勝てなかったということですねじゃあ、あの、まだ修行型修行高みがあるってことですね。そうですね、やっぱりあの超えられる、壁が多い方が燃えてきますね、はい、さらに向こうへプルスウェルと、ごめんなさいという、はい、で、どう終わればいいんですか、これは。あ、終わり、これで、これで終わりじゃあ、あの、一回やってほしいやつがある。こっちとこっち、どっちの絵がいいかを、どっちの絵がいいかっていうのを、それ、お題は、あの、戦闘なんやけど、永田と、あの、ドラゴン川崎が描いた方なんやけど、どっちの絵がいいって。こっち？おー。はい、わかりました。